撮影中のエピソードとか皆さんと何かしたとかありますかいや僕日数少なかったんであんまないんですよね正直な何だろうなーまあネタバレになっちゃうから言えないんですけど、はい、僕とゆうのちゃんと犬飼さんの3人のシーンで、うん、なんか僕がすごい不憫なシーンがあってそこでちちょいちょい多いい多でゆうのちゃんと犬飼さんが珍しく笑っちゃって NG 出すみたいなの, <laughs> のはありましたね <laughs> じゃあ今思い…たまに思い出して笑うもんね。笑うなんか今も面白かったですね。面白かった。なんか全部の嫌な責任を田島くんが取ってくれてましたね。でもすごいいいキャラになったよね。いや良かったですね。僕そういう役が多くてなんかあそうなんだ。僕のなんか綱ケイトの性格を見抜いてキャスティングされてんのかなっていう。あれそういういやなんかそういうとかあるんですよ。属性なの？多分そういう属性があるから。こうやって本当四つ目五つ目ぐらいで。 なんか慣れっこなんですけどいや気持ちはわかる俺もう変な役しか来ないから久々にこの王道のなんかさせてもらったから気持ちはすごいわかる本当ですかそういうのはありましたねじゃあもう田島さんはもう綱さんと近い感じなんですか性格的にも近いですすごく演じやすかったですねなるほど皆さんが今体形維持で気をつけてること何かありますでしょうか 体験維持でされてること。そうですね。まあ僕が言うのもおこがましいんですけど、僕は運動はしてないですね。はい。お腹いっぱい食わないっていう。でもそれで最近めっちゃ成果出てて、はい。いろんな方面から褒められます。痩せたね。っしええ。めちゃめちゃ最近人生一褒められてますね。最近。それは腹何分目ぐらいでするんですか。八分目ぐらい。あ、八分目大事ですね。難しいですからね。一番。そうですね。それだけでめっちゃ変わりました。 うん、すごい抑えられるのすごいね。そうですね。白米はだから一口だけ残すとか弁当で、一口でまあこんこんぐらいのサイズなんですけど、まあそれを積み重ねで、そう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 。ああそういうことなんだ。ありますそういうの。じゃ食事も気をつけつつ皆さん運動をしているということで、はい。いや参考にします。原作ももちろんすごく面白いんですけど、この素敵なキャストたちが素晴らしいえお芝居を施して、まあ原作 よりもさらに面白いものになってるのではないかなと思います自信がある作品となってますね、はい、はい、こんなキャスト陣揃っちゃってるんでね、はい、そうですよね僕はまだ2話までしか見てないんですけども3話以降もすごく楽しみです